マースとはアメリカ国立科学財団が設立した太陽系外惑星を探査するための天文台で惑星が恒星の手前を横切る際の現行を観測する手法により惑星の検出を行っている太陽と比べ小さく暗い赤色矮星のみを観測対象としておりそのためマースと呼ばれるマースはアメリカアリゾナ州のホップキンズ山にある フレッド・ローレンス・ホイップル天文台内に設置されている。観測システムは合計40センチメートルの望遠鏡8台から構成され、自動で約2000個の構成の変更を監視している。計画の主導者はデイビッド・シャルボノーである。マース計画はスペクトル型 M 型の赤色 Y 星の周囲に半径が地球の2倍以上の生命の居住可能なスーパーアースを 色検出法で発見することを目的としている。マースに類似した、境外惑星探査計画では太陽に似た星を主な観測対象としている場合が多いが、マース計画で赤色矮星が対象に選ばれたのは次の理由による、対色検出法は、恒星の近くを公転する惑星の観測に適しているが、太陽のような比較的明るい恒星の周囲では、 そのような軌道の惑星は高温になりすぎて生命の可能性は見込めない。しかし太陽と比べて高度の小さい赤色矮星の場合は恒星に近い惑星でも温度が上がりすぎないため光天周期が短く観測が容易でかつ居住可能な惑星が存在することが期待できる。2009年マースは最初の惑星の発見を報告した。この天体は グッジョブ1214と呼ばれる赤色矮星の周囲を公転しており、グッジョブ 1214B と名付けられた。質量と半径はそれぞれ地球の6.6倍に2.7倍と見積もられ、平均密度や温度の推定から液体の水が存在すると考えられている。ただし、この惑星は海洋が惑星の奥深くまで続く。 海洋惑星で地球より気温が高く濃厚な水素とヘリウムの大気を持つと推測されるなど地球とは異なった環境にあると考えられており居住可能な惑星と言えるかどうかは定かではない。また観測の副産物として惑星の他に赤色矮星の植連星を発見している。マースの研究チームは M 型の赤色矮星のうち10%が 居住可能な惑星を持っていると仮定すると、マース計画によって計算上は2.6個の居住可能な惑星が見つかることになると述べている。ありがとうございます。